ヤッホー、ナオトさん見てますか？ということでですね、後ろで4体見守ってくれています。いつみずさん、なんとここに1人。クレーンゲーム企画のおかげでですね、だいぶナオトコレクション順調に増えてきました。バリかわいい。はい、ということで This is JSB もですね、だいぶもう終盤に差し掛かってきて、私はね、夏にもう結構前に感じますね。東京ドーム1回行って、それっきりですね。3代目のツアーもね、終わってしまうなっていう感じなんですけれども、ということで本日の企画は This is JSB ファイナル現場行ってない人集合っていうことでですね、先日京セラ大阪かファイナル2日間あったと思うんですけど、その感想をツイッターで3代目ファンのメイトの方の感想を見ていこうかなと思います。早速出てきました。おみちゃん、スタオバの夢の先に別の夢があるって気づかせてくれたあなたとの、あなたとをみんながって変えて歌ってくれた、泣いた。うわー、最高すぎる。みんながってことですよね。やば、夢の先に別の夢があるって気づかせてくれたみんなが、やばー、最高すぎー。何の曲だったか忘れちゃったけど、横入り一列になった時に、おみちゃんがさっと真ん中開けて、ここ直樹さんの位置って感じで、手で大きく丸作ってて愛おしかった。あー、そうですね。これは2日目のレポだと思うんですけど、1日目に頭をね、なんかどうやらステージ下で打ってしまったらしくて、大事を取ってね、2日目はちょっと欠席。で、オンラインのクリスマスライブも EXILE と3代目のはご欠席されるっていうことでね。まあでもなんか、直樹さん多分元気そうだと思うので、メンバーのコメントとかね、なんか発信を見てると、なんかあんまり過度な心配しないでっておみさんがひたすら言ってたので、一応元気なんだけど、一応念のためにちょっとお休みっていう感じだと思うんで、ね、直樹さんがいなかった2日目の公演であったということで、はい。次、あんまりいいツイートじゃないんですけど、さすがにマナーが悪すぎてありえないと思ったので、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。規制退場を守る守らない以前の問題で呆れました。久しぶりの3代目でアリーナだったり最悪の気分です。福岡公演ではこんなことが起きませんように。はい、めちゃめちゃなんかリツイートされてますね、これ。150件ぐらいファボも結構ついてますけど、私は今日アリーナ M の後半の数字のブロックに座ってました。そこでの最後の曲での出来事です。最後の曲のイントロ始まって常にゾロゾロと荷物持った人が目の前の通路のところに集まり始めて、係の人も止めてるけど止めれる量の人じゃないぐらい本当に 2,3 人が群がり始めて、パフォーマーが挨拶するときには軽く40人くらいの人がメンバーが退場のときに乗る車が走るギリギリの柵のところを押し寄せてて、もうその時点でトロッコの通路が 何も見えない状態でした。しかもそこで静かにしてるんじゃなくて喋ったりフラッグ振り回してジャンプしたりもありえない行動だらけ、最後メンバーが車に乗り込んだ瞬間さらに人が増えてどんどん柵の方に押し出て、密なんてもんじゃありませんでした。その時点で係の人の姿は見えなかったです。ただ本当に時間の問題で帰ろうとしてただけかもしれないけど、私には最後の車に乗り込んで退場していくのを知っているから、あそこに荷物を持って立っていれば一番近くで見れるからという理由で動いていたようにしか見えませんでした。大迷惑な方々のせいで自分の席でちゃんと見ていた私は最後の退場していくガンちゃん、オミ君、ナオトさんの姿が全く見えませんでした。席が分かった時から最後見えるかもしれないとすごく楽しみにしていたので、まさかこんな形で終わるとは思っていませんでした。こんなことならアリーナじゃない方が良かったです。はい、ということでね、なるほど。ちょっとね、言ってないのでこれが実際に起きてたかどうかはちょっとわからないんですけど、ちょっとこれのね、なんかあのリプライも見てみたいなと思います。私はスタンド席にいたのですが、少し遠いのもあるとは思いますが、人がかなり集まっててほとんど見えなかったです。なるほど、これは本当に他の方も言ってるので本当のことっぽいですね。はい、規制退場問題ですね。まあ確かにちゃんとねしっかり公演が最後まで終了するまで見て帰るってなると、まあ、しばらくね座っていないといけないことに
なるんですね。席をね、立てるようになるまで時間がかかりますし、まあね、まあ、ものすごい人ですから、まあ、そんなスタスタね、歩いて帰れるっていうわけでもないんですけど、私が東京で行った時も、なんか早めに帰ってる人ほとんどでしたね、周りの席。なんか係の人いたんですけど、なんか別に止めるわけでもなくて、なんかスルーみたいな感じで、気づいたら自分の、なんか列うちらだけみたいな感じだったんですけど、まあね、マナー問題はね、なかなかね、こういうのをね完全になくすっていうのはね難しいですよね。たくさんの人が集まりますから、まあここはねちょっと運営側が頑張ってほしいなと思いますね。こうやってなんか見えなくなっちゃったり迷惑してる人もねいるのでね、はい、楽しいだけじゃないね、リアルな感想でした。じゃあ次、あ、推しの感想が出てきました。ナオトさん、うちのでかいのがご心配おかけしております。ナオキは皆さんが知ってる通り、首の太い男です。だから心配しなくてもこれくらいでも、びくともしません。まだ死んでません。元気にしてます。だからナオキの先生を目に持ってる方を見ると、ハッとしてます。いえ。ダメだよ、家持ってっちゃいやー、おもろいわ。やっぱうちの推しはおもろい。いやー、おもろいし、マジで最高だな。はい、次、はい、次、これも直樹さんネタですね。レインボー前のおみちゃん、おみわははわはは、笑いが止まらない。リュウジどうした。おみなんでもない。リュウジいじられ慣れてない。おみいや、直樹さんもこの景色を見たかっただろうなと思って。リュウジ死んでないから壺に入る。おみちゃん、おみさんなりのね、なんか優しさというか、まあガチで思ったんでしょうね、心の底から。直樹さんも見たかっただろうなって思って、なんかなぜか笑い込み上げてきちゃったみたいな感じだったんですかね。天に手を振るリュウジくん、エリー、いまいちくん違いますから。リュウジあははは、エリーに突っ込まれた。オミ、レインボーがまた違った曲に聞こえる。なんかもうその体で話すのやめてもろて。レインボーが違った曲に聞こえるはガチでやばい。これも直樹さんネタですね。パパを殺しちゃったオミリュウ、はい、さっきのツイートのことですね。直樹さんの写真を異例に思った直人さん、はいはいはい、さっきのね、あれですね、さっき読んだやつですね。直樹さんの代わりにオープニングとか立ち位置も変わってたケンちゃん、みんな直樹さん大好きな思いが伝わった。あー、なんかね、直樹さんなしで6人でやるってことで、健次郎さんがね一番位置がね、立ち位置とかちょっと変わって、トゥナイトもねまた6人バージョンやったりとかでね、なんかエリーが MVP ケンケンみたいな感じでツイートしてましたね。はい、健次郎さんお疲れ様でした。ガンちゃん一人だけちゃんと記念のネックレスつけてた。あー、これはあれですね、トラステで受注販売されるネックレスのことですかね、おそらく。そう、トラステでね、ネックレスが発売されるんですよ、受注で。それがね、なんか、メンバーもつけてるみたいなのが、多分、売り文句だと思うんですけど、まあ、それをね、ちゃんとガンちゃんがね、ちゃんとつけてましたよっていう、多分、ツイートですね、これは。はい。でね、確かね、私もちょっと値段気になってね、1万以下だったら買ってもいいかなとか思って ね、値段ね、見たんですけどね、確かね、1万6千円ぐらいでした。はい。素材はね、シルバーって書いてありました。シルバー。はい。1万6000円のシルバーの素材。はい。気になる方は、はい。買ってみてはいかがでしょうか。なんか結構さ、この、感想を調べると、規制退場のことと、歓声がちょっと大きいっていうことの感想が結構ちらほらちらほら、ちょっと見かけますね。はい。わお!ボーカルセクションの全曲変更。バックインラブアゲインからの、東京からの、パウダースノーからのスターオーバー。プライド、次の時代なくなった。仕方なし。あー、次の時代なくなっちゃったんですね。プライドと。東京で聞いといてよかった。あと、感想レポではないんですけど、EXILE のね、ケンチさんが、ツイートで、直樹を大事に、ゆっくり休んで早く帰ってこい、直樹に応援メッセージ送ってあげてくださいってね、ツイートしてくださってて、先輩って なりました。はい。めっちゃなんか、微笑ましい感想が出てきました。
今日変更点が一番多かったのはケンちゃん、今日の MVP は俺や言うてた、直樹さんの代わりに車の運転もして、あ、はい、最初のオープニングと帰っていくところですね、はい、の運転もして、そして帰りの車でそんな MVP のケンちゃんの肩を揉んであげるリュウジが可愛くて、なるほど、立ってるリュウジの腰を支えるエリタも可愛くて、みんな最高やわ、はぁ、これは最高ですね、はい、エリケン&リュウジくんのエピソード、はい、最高ですね、可愛すぎ。パウダースノー終わり MC オミ、懐かしい曲を披露しましたけれども、特に話すことはないな素直でよろしい。はい、次ガンちゃん、来年以降も3代目楽しいエンターテインメント考えていますのでって言ってたよね、期待していいかな、てんてん、おー、来年はエグザイルが単独でやって、まあ3代目はないかなって私は思ってるんですけど、ダンちゃんのこの一言はマジで嬉しいですね。はい、リュウジ君エピソード、キック&スライドの時私らの目の前ドンピシャでリュウジ君始まりだったんだけど、あのキーホルダーを手に取って振り回そうと思ったら全部外れてぶっ飛んでっちゃって、驚いてたリュウジ君大好きすぎて、ちょっと想像しただけでおもろい、これはやば次、多分カウコン発表されてるかわからなくて、ナオトがおどおど、エリーガンちゃんに確認するもわからず、リュウジに大丈夫でしょって言われつつもいますエリーガンちゃんは知らんやろな聞くとしたら誰だ3代目で聞くとしたら誰、オミケンちゃんあたりかなわかんないですけど、まあ結局ね、これなんかツアー終了後ナオトさんがインスタのストーリーだかなんだかで言おうとしてたやつこれですみたいな、カウコン結局言って OK だったみたいなんですけど、まあカウコンのね宣伝をしようとしたんですけど、まあ、発表されてるかどうかわかんなくて、まあ、なんか戸惑って結局言わなかったみたいなくだりだったみたいですね。はい。大体こんな感じですかね。ツイート結構見ましたけど、まあ、大体あとは同じような感じ。おみさんのその MC のこととか、あと直樹さん関連ですね。私も当日 CL の配信で見たんですけど、空のね、トロッコが回ってて、多分機材の関係でね、だったと思うんですけど、っていう感じで、あとは、アベマ LDH、クリスマスの3代目のオンライン配信と、12月25日のクリスマス福岡公演と、12月26日がツアーオーラス福岡公演っていう感じですね。はい、年内は。ということで、本日は SGSB ファイナルツアーの、京セラ公演の感想を見てみました。ありがとうございました。